もしかして最後も嘘ついてんじゃないかと。で、秋葉ももしかしたら全部黒幕なんじゃないかと。多分いろいろあると思うんですけど、そういう多分視聴者の方のフラストレーションがだいぶ溜まってきた頃かなと思うんですけど、ドキドキするし、もう本当に先がずっと読めなくて、毎回毎回、漫画もそうですけど、ドラマも、もう回をごとに驚きが増していくみたいな、本当予想のつかない展開が、あ、すごいこの多分作品の魅力なんだろうなっていうふうに思いました。愛情表現は大事だなって思いますよね。物事をちゃんとストレートに言ったりとか、やっぱりこう、隠し事っていつかバレるなって 思いますし、これやったらダメかなとか、人から何か言われないかなとか、なんかそういう、なんかビビってしまう感じとかって結構あると思うんですけど、それは人から見られてどうっていうよりは、なんか自分が恥ずかしくないかどうかでちゃんと判断して、そういう言葉発したりとか行動していかないと、結局自分が苦しい思いしたりとか後悔にもつながっちゃうのかなって思ったので、そういうところは秋山の役やらせていただいてちょっと思ってきたなっていうふうに思います。でも本当になんか全員が気をつけながら撮影してますし、このドラマをなんかこう見てくださる方が少しでもこう楽しんでもらえるようにとか、こう一つの楽しみにしてもらえるように頑張ろうみたいな雰囲気はすごくありますね。もしかして最後も嘘ついてんじゃないかとか、いろいろ多分、秋葉ももしかしたら全部黒幕なんじゃないかとか、多分いろいろあると思うんですけど、なんか、そういう多分視聴者の方のフラストレーションがだいぶ溜まってきた頃かなと思うんですけど、ちょっとずつそれが紐解かれていくと思います、ここからは。何も信じれないみたいな多分状態になってると思うんですけど、ここからだんだん紐解かれていって、多分後半になればなるほど、そういうことかとか、なるほどって、腑に落ちるとかたくさん増えてくると思うので、とはいえ驚きはたくさんあるので、まだまだなんか、じゃあここからどういうふうに謎が紐解かれていくのか、どういう過去があるのかとか、本当考察して見て楽しんでもらえたらいいかなっていうふうに思います。